それでは午後の部後半の方を始めたいと思います。自然言語処理技術の活用事例ということで、ライフサイエンスとボデータベースセンターの中里です。今日喋る内容っていうのは MODDB の、今この4時からですけれども、ここに自然言語処理の活用実例っていうところをクリックしてもらうと、ここに今日の内容がいろいろ書いてありますので、これを見ながら話を聞いていただければと思います。自然言語って何だろうって言うと、英語でだとナチュラルランゲージって言います。自然言語でそのままなんですけど、きっちりめに言うと日常生活に用いられる言語っていうふうに思ってくれればいいです。まあ、この場合研究生活なんですけども、まあ、要するにテキスト情報で、まあ、普通の日本語とか英語とかそういうものになります。でどんなものがあるのかっていうのを見ましょう。でまず、まあ、有名どころ NCBI で、一番有名どころはこのバイムですね。東工大の中で論文どんだけ出てるのかなって、探したものなんですけど、実際にこうやって、まあ、文献があって、こうやって文章でつらつらつらとやったことが書いてあるわけですね。で他に有名どころではホミムっていうのがあります。これは、去年かな、亡くなったマキュージックっていう人が、40年ぐらい前からシコ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 疾患について集めて、それを、こういうふうに文章で書いて貯めたっていうデータベースです。でした。で、僕らはこの統合デイビーで、こういう統合ホームページっていうのを作ってるっていうのは午前中からも話していて、みんながいろいろ喋ってくれたんで、なんか私が喋ることだんだんなくなってきてるんですけど、ここの文献検索っていうあたりが、自然言語リソースの例になります。例えばどんなのがあるかっていうと、先ほどからも出てるんですけど、タンパク質拡散酵素の全文検索とかがあって、東京工業大学とかで検索すると、あまり新しいのはこう見られちゃうと商売とバッティングしちゃうんで、あまり新しいのないんですけど、2005年で1件とか2004年で5件とかいうふうに、なってます。で実際にこうクリックすると、これは岡田先生ですね、岡田先生というのを、いやでもこんな記事が、書かれてるねっていうのが、分かるかと思います。ここも全部検索でした。で、これが学会用紙の検索。さっき川本さんが喋ってもらったと思うんですけど、学会用紙検索行っていただいて、ここの ORG っていうオーガニゼーションですねのところに東工大って打つと、東工大の人のが学会で発表したものの文章がここにこう出てます。あと一般的には Wikipedia っていうのがありますね。Wikipedia も最近はですね、遺伝子の情報がいろいろ載ってて、この遺伝子はこういうのに関係があって、病気ではこういうふうになっていて、で、文献としてはこんなのが出てるよとか、発言の情報は、こんな感じだよとか、もうその辺のデータベースよりもこっちの方がよっぽどいいんじゃないかっていうぐらい の情報量を載ってたりします。であとは、僕らがやっている、統合暮らしっていうブログで、もうすでに今日の講習会はここで記事になって載ってるんですけども、本当かよって思った人はこの、http://blogtbcs.jp に行く と、このページが見られます。というようにですね、自然言語のリソースっていうのは非常に多くある種類も多くあるということが、分かるかと思います。で、なんでこの自然言語リソースに注目するかというのをもうちょっと話をしますと、これをですねやってもらおうかと思ったんですけど、もうすでにさっき皆さんやってしまったのでせっかくなんでやってみますか。パブメドのサイト、パブメド .ravavent っていうところに行っていただいて、ウォールの四角括弧フィルター括弧閉じで検索をしてみましょう。そうすると、NCBI の軍事データベースパーメドに何件くらいの、
文献が収録されているのかっていうのが出ます。ここですね。答え言ってしまってるんですけど、1859万9000トンで9件っていう、まあ、2000万件くらいの文章がここに入ってるんです。パルメドっていうデータベースなんですね。で、これちなみにいつからやってるのかっていうのを探すには、このソートバイっていうのがあるんですけれども、ここをですね、パブデートっていうところを選びます。そうするとこれ今新しい方からなんで2500年の論文なんかあるんだとか思うんですけど、そこはちょっと置いといて、ここの929951ページあるらしいので、これをコピーしてピッていくと、なんと1865年という文献が入ってるんですね。本当はメドラインっていうのは1953年ぐらいから集めてるんですけど、どん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 古い文献もストックしていきましょうっていうようなことがやられていて、さっき2500年になって文献があったんで、これ本当かなとか思っちゃうかもしれないですけど、こういうところからもう歴々と文献データっていうのが、集められてるわけです。はい、50年以上前から1800件の万人の文献が存在してます。で、じゃあ、使ったらいいじゃないかって思うんですけれども、他のバイオ系のデータベースとちょっと違う性質を持ってるんですね。っていうのは、自然言語以外のこれアントレジンっていう、いろんな遺伝子が例えばジェンバンクとかに登録すると思うんですけど、それを NCBN さんがまとめてくれて、まあ、まとめサイトですね、遺伝子になってるんですけども、そうするとここに他のデータベースのリンク、例えば配列とか発言とかスニッパーこうですよっていうのを各、データベースのリンクがあったりとか、あとこれのデータを使おうと思った時にきちんと項目名とその内容っていうふうに作ってあるので、他のデータベースと例えば組み合わせるとか、ゲノムワイドで一つの遺伝子をこう掘るんじゃなくて、こう全部の遺伝子に出してバーって調べたいっていうような解析に非常に向いているっていうような感じです。で、じゃあ一方自然言語の方はどうかっていうと、一応そのタイトルはこれで、オーサーはこれでってなってるんですけど、ここに書かれてることっていうのを僕ら知ったわけですよね。でもこれないんですよね、構造化。もうちょっと言うと、どの遺伝子についての記述かっていうのが全然わかんないっていうような状況になってるんです。これを図にしてまとめると、他のバイオ系のデータベースっていうのはこうやって相互にリンクを貼られてるとか、発言のデータベースの中でそれはこの遺伝子を指してるんですよっていうのはこうリンクが貼られてるわけですけど、文献の方っていうのはこいつらと連携が取れてない。なので、今までは扱いやすいこの辺までしか扱ってこなかった。だからこの文献もこっちの世界に入れてあげましょうっていうようなことが自然言語処理で、注目しましょうっていうようなことなんです。利用されてないから活用しよう。じゃあどう使うか。この辺はですね、バイオの話じゃなくて情報の話なので、ちょっとさらっと流しますけど、自然言語を処理するので自然言語処理、ナチュラルランゲージプロセッシング NLP とか言います。で、これはさっき川本さんがちょっと喋ってるんですけど、主語がどれで述語がどれでとか、どれが名詞でどれが動詞でっていうのをやっていて、例えばカナ漢字変換とか機械翻訳にも応用されているような技術です。で、その中でも僕らがやりたいのはテキストマイニングって言って、テキストをまあなんかっていう、このマインって曖昧にマインのマインじゃなくて地雷とか鉱山とか採掘するっていう、マインスイーパーっていうのは地雷除去 のゲームがありますけど、掘るっていうような方のマインですね。で、テキストの山からお宝、まあ、いうような情報を掘り当てる、抽出しましょうっていうことをやろうとしてます。で、どんなお仕事があるのかっていうと、文献の中でどの記述が遺伝子を指しているのか言い当てる。で、言い当てたものっていうのは、まあ、まとめサイト、まあ、普通のジーンの ID でいうと何番なのっていうような仕事が一つ。それから文献の中である2
2つの遺伝子が出てきたという時にそれらは何らかの関係があるわけですよね。その関係は何なの、例えばレギュレートだとかバインダーとかインヒビットとか、フォスフォリゲートとかいろいろ関係があると思うんですけども、非常に簡単な例がここに示してあります。IRS2 was activated by the addition of exogenous IGF2 って書いてあって、人で読むともここが遺伝子、ここが遺伝子で、ここがアクティベートだなって分かるんですけど、それを機械で頑張ってやりましょうっていうことをやるんです。で機械で頑張ってやりましょうの、なんで頑張ってなのかっていうのが、いろいろ障壁があるからで、それは皆さんも文献を検索してて同じような思いをしてると思うんですけれどもこういう問題があります。で、ここに見ていきますと、まず一つの遺伝子は複数の名前がついている、これはアントロジンでまとめサイトなんですけど、名前がこの辺とかこの辺とかこの辺に書いてあって、SLC26A4 で、それはソリュートキャリアファミリー26メンバー4の略 で EVA と PDS となったらかったらとみたいな名前がこうあって、で例えばこの遺伝子に関しての分岐を知りたいなと思ったときに、僕らはファーメドでこいつらを全部入れたりとかして分岐を探したりするわけですね。それをまあ機械で判断したいと思うんですけども、じゃあ全部書ければいいかとそうでもなくって、複数の遺伝子の同じ名前が使われているというのがまた問題なんです。つまり PDS で検索したらいいやって思って検索すると、実はジーン ID 全然違う遺伝子の中でも PDS っていうのが使われていて、要するにペンドレットシンドロームジーンの略で PDS の場合もあるし、プロスタグランジン D2 シンテースの略で PDS の場合もあるので、PDS で検索しちゃうと、こいつら両方出てきちゃうんですね。で、じゃあ実際にどんな問題があるのかっていうのを、このアリーっていうのを、僕らの方で作っているので、ちょっと試してみましょう。アリーで、例えば PDS とか、まあ、自分の、知ってる言葉で全然いいんですけども、やってみると、PDS っていうのは、まず、パーソナリーディスオーダーズとか、フィトエンディスオーキュレイスとか、まあ、いろいろこう、いろんな、この略として例えば PDS っていうのが使われてるんだなっていうのが分かるかと思います。で、じゃあその PDS ってやるからいけないんで長い名前でやったらいいんじゃないかっていうふうに思うんですけど、そうでもなくって、これ私がその東工大時代にクローニングした遺伝子の一つなんですけど、 NHE3 っていう、遺伝子があります。でこれをファーメドで検索してみて、どんな名前が長い名前があるのかって調べてみると、そのこれ NH3 って、ナトリウムイオン と、水素イオンをこう交換する膜タンパク質なんですけど、この3番目ですね、このイオンのプラスが括弧でくくられてたり裸だったりなかったり、あと3のところはタイプ3って前に出てたり、ナトリウムっていうのは英語ではないのでソーディウムって書かれていたり、この H プラスもプロトンだったりです。もうかなりのバリエーションがあって、こいつら全部網羅しないといけないということになっちゃうんですよね。で、そういうのはできないんで、なんとかしてこの処理で頑張りましょうっていうようなことを、今一生懸命そっちの専門家の人もやってるというような状況です。ただ、さっきから話しているように、結局この自分の興味ある文献を探し当てるとか、書いてある内容を理解するっていうのを自動化してるんですけど、結構こう機械的にやるっていうのは難しい仕事なんですね。ただまあ少数の遺伝子を掘り下げるより、そのゲノムワイドにがっさりと広く浅めに取るためには、こういうのも必要で、ただここで今しゃべったことっていうのは情報技術の話なので、バイオを、まあ、試行する私たちはこの処理した結果だけ使っちゃおうみたいなということも、むしろその結果を使って、もうちょっと考えたいよねっていうことを、思います。で
で、実際の事例なんですけど、ちょっと話がぶっ飛んじゃって恐縮なんですけど、これマイクロアレイとかやった時の解析のフローなんですけど、マイクロアレイやりました。で、なんかいろいろデータが出ました。で、その後正規化っていうのをやって、まあ、データをきれいにする作業ですね。で、遺伝子の発現量が上がった下がったっていうのをこうグループ分けするっていう仕事をやるんです。ただここっていうのは統計の解析であって、ここでまあなんか遺伝子の発現が上がりました遺伝子リストっていうのが出るわけですけど、僕らはこれを生物学的に解釈したいなっていうふうに思うわけですね。で、そういう時どうするかっていうと、普段はジーンオントロジーっていうのを使います。これはアントレジーンに入ってるんですけど、例えばクロライドイオンバインディングとかこういう特徴がアントレジーンの中に入ってるんですね。カテゴリーとしてはモレキュラーファンクションというのと、バイオロジカルプロセスというのと、セルラーコンポーネントという3つのカテゴリーのがあります。ただ、GO というのは遺伝子そのものの機能なので、なんか遺伝子を調べて、で、それが僕らは何を知りたいかというと、どういう疾患に関係があるかとか、どういう生命現象に関係があるかとか、その現象を例えばインヒビットする薬剤は何だろうとか、そういうのを知りたいなと思うときに、ジーンオントロジーが足りないんですね。そこで、別にこの製品の回しもじゃないんですけど、インジニティパスウェイアナリシスっていうのは製品も出ていたりします。で、なんかある遺伝子群を入れるとこいつらは、ジェネティックディスオーダーとか、キャンサーとか、アンティジェンプレゼンテーションとか、こういう遺伝子に、こういう疾患に関係がありますよっていうのを出してくれるソフトもあります。しかも、この遺伝子とこの遺伝子は関係があってねっていうふうに、こういうネットワーク図を書いてくれるソフトがあったりします。で、これどうやって作ってるかっていうと、文献を人間が読んで、しかもなんか学位持ってる結構よく分かってる人なんですけどが知識、読んで知識抽出をして、データベース化したりとか、可視化したりっていうソフトがあったりします。さっきそのいろんな文献があって、そこから知識抽出をできたらいいねっていうような話で、私が喋った前のセクションというのはそれを機械でやりましょうっていう話なんですけど、この製品とか、あとこの私の次にしゃべる中村さんがしゃべる話っていうのは、それを人手でやってちゃんと知識データベースにしましたっていう話なんです。で、とりあえずこれはこうやって人手で読んだ、人手で読んで、知識抽出をしましたっていう話ですけど、じゃあこの IP いいじゃない、いいじゃないかとか思ったりするんですが、でもこんな高いの個人じゃ買えませんっていうことになっちゃうんですね。で、そこで私が簡単なものを作ってみました。原動っていうのを作ったんですけど、これは遺伝子を関連する疾患とか化合物とか生命現象とか臓器で特徴付けますっていうようなシステムです。ちょっと皆さんにやってもらおうっていうのは思いますけれども、文献情報を活用した結果を利用すると どんだけ嬉しいかっていうのをやってみましょう。ターゲットとしてはアミロイドプレカーサープロテインって、多分皆さんどこかで聞いたことがあると思うんですけど、この遺伝子について素性を調べてみましょう。で、ジーンオントロジーだとどうかっていうのをやってみましょう。アントレジーンっていうのが、データベースがあったりしますけど、ライオサイエンス DB の横断検索からも APP で多分切るんじゃないかなと思いますが、出ましたかね。遺伝子リストヒューマンっていうのがまず出るかと思うんですけど、ショーウォールってやってもらうと、下から2番目にジーン351って書いてあるのが見えますかね。で、この351っていうところをクリックしましょう。出ましたらですね、真ん中の辺に行くとジーンオントロジーっていうのが見つかんなかったらですね、検索するっていう、ここで
ジンオントロジーって言ってもいいんですけど、APP っていう遺伝子は、アセチルコリンレセプターバインディングだとか、アイデンティカルプロテインバインディングだとか、まあなんかこんな、オトーシスにどうやら関係がありそうだっていうことがここでは読み取れます。本当は次に文献を調べてもらおうかと思ったんですけど、ちょっと時間がなくなったので、私がやったやつでちょっとやってみましょう。遠藤のサイトは遠藤dbcs.jp ですけれども、ちょっとやり方だけチラ見せしながら、アップでやってもらえばいいと思うんですけど、ここにジーンネームっていうところがあるので、 APP ってやってポチッとやると、 APP っていう名前がある遺伝子はこんだけありますけど、どれですかっていうふうに聞かれるので、351っていうところをクリックすると疾患はどんなのに関係があるとか、薬剤はどんなのとかっていうのが出るような仕組みになっています。で、この例は非常に有名な例なので見て一目瞭然なんですけど、まあ、トップはアルツハイマーディジーズですね。当然これアルツハイマーの原因遺伝子なので、原因遺伝子というかこれが重合してアルツハイマーになるというような遺伝子なので、当然出るかと思うんですけど、あと例えばアナトミーっていうところに行くとブレインっていうふうに書いてあったりします。こうやってですね、文献のデータっていうのを何とかして活用しようと思いながら、まだ情報学の方では人手で読むのに追いついてないというところが、あります。で、さっきの、川本さんの紹介してた IHOP とか、これも私が作ったので、今回紹介してますけれども、こういうのを探して、で実際にその、どんな疾患に関係があるかとか、どんな薬剤に関係があるかとか、どんな臓器と関係があるのかっていうのをいろいろ探しながら、研究っていうのを進めて言ってもらえたらなっていうふうに思います。ちょっと後半バタバタになって恐縮ですけど、私の話は以上です。ありがとうございました。